じゃあこれで、第2回才能ライフワーク文化会の交流会のインタビューセクション第1部を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、前回の第1回について第2回ということで、またあの才能に目覚めた私の一押しのユッキーをご紹介したいと思いまして、今日お時間をお願いしました。はい、で私の方からですね、さらっとユッキーのプロフィールをお伝えしたいと思います。彼女はですね、3年前に OL だったんですけど、急に歌が好きだと目覚めて、突然歌手に転身したユッキーこと角張ユキエさんです。よろしくお願いします。今はですね、オペラとかミュージカルとか、オリジナル曲が映画の主題歌にも起用されて、あとカンツォーネ大会で特別賞を受賞された。そのカンツォーネ大会って、千の風になっての秋川雅史さんとかが優勝されたような、結構優勝ある大会だったんですよね。私も応援に行ったんですけれども、そんな感じで才能にパッと目覚めた方なんですね。で、夢は人の声で人が癒される世界を築く。で、ハミングピースっていうボランティア活動もやっています。それはまた後で伺いたいと思います。あと、それ以外にたった2時間1回のレッスンで話す声が良くなるワンデーレッスン、ボイストレーニングの講師もやってらっしゃったり、あと司会等もやってらっしゃいます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ユッキーからなんか一言だけまずお願いしていいですか？あ、私ですか？はい。はい。皆さん、はじめましての方々が多いんですが、はじめまして、角張ユキエことユッキーと言います。今日は、ライフワークがあってもなくても、あ、このままでベストなんだっていう気持ちで、最後終われたらすごい嬉しいなと思っています。あとは、ライフワークに気づいたきっかけになった大きな3つの言葉っていうのがあるので、今日は皆さんにそのお話ができればなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど、その大きな3つのライフワークに目覚めたきっかけ、もう真っ先に聞いちゃおうかなと思うんですけど、お話ししていただいてもいいですか？はい、私がライフワークに気づいたのは3年ほど前に、普通の OL をしてたんですね。その時に本田健さんの存在を知って、ライフワークスクールっていうのに行ってみたんですが、人生初めてのセミナーでどういうことなのかちょっとドキドキと思って行ったんですが、そこで3つの質問というか言葉を聞いてハッとしたんですね。その3つの言葉が、1つはですね、時間があればついついやってしまうことは何っていう質問だったんですね。私はそのライフワークスクールというのに行く前に、なんだろう、お金になるようなことを見つけてこなきゃって思って行ってたんですけど、私のその時間があればやってしまうことって鼻歌だったんですね。もうまさかこれがキャッシュポイントとかいろんなものにつながるとも、もう全く思っていなかったんですが、素直に私の中の本当に好きなこと、時間があればついやってしまうことっていうのって鼻歌だなって出てきました。これがまず一つ目ですね。はい、時間があればついやってしまうことですね。なるほど。はい、じゃあ二つ目は？二つ目は、そうですね、なんかメモしてたのどっか行っちゃった。でも、そうですね、二つ目もさっきの中にも入ってたんですけど、お金にできることっていう中に、もしかしたら私はそれまではすごいこう絞り立ててしまっていたなっていうところがありまして、そこからこう何か、私がそういえば最初出てきたのがカウンセラーかなって思ってたんですね。でもそれは自分の中に人に必要としてもらいたいっていう気持ちが入っていた犠牲感から出た好きだったんですね。なので5時間以上とか毎日24時間 やり続けていたら多分疲れてしまうなっていう分野だったんですね、私に対しては。なのでキャッシュポイントとか何かを考えずに、とにかくやってしまうこと、時間があればやってしまうことっていうのから見つけると、どんどん出てくるんじゃないかなと思いました。例えば他の人で出てきたのは検索するっていうだけでした。検索するとか調べるとか、ついつい読んじゃうとか、そんなところにすごいいろんなライフワークっていうのが眠ってるんだなって思いましたね。
なるほど。じゃあやっぱりあのですね、みんな好きなことがあってもなかなかお金できないとか言って思うのってすごく多いと思うし、いや今あのこの分科会が始まる前もコネクターの才能についてキャッシュポイントにできるかできないかって話をちょうど始まる前にやってたんですけど、まさにちょっとそこにつながりますよね。本当ですね。あと3つ目ですね。はい。3つ目は、私3年前に全く歌も楽器も楽譜も読めない真っさらな状態から今オペラ歌手とかあの声に携わる仕事をしているんですが、私が言えることっていうのは、その時自信やスキルがなくても必ず形にできる道っていうのがあるっていうのをこう知ってほしいなっていうところで、そういったことがケンさんのワークの中にも盛り込まれていて、私にズドーンと刺さった言葉ですね。その時自信とか自分にはできるっていう保証とかスキルとか経験がなくても、好きであれば他の人よりもそれにかけて努力をする時間っていうのを苦がなく勉強できる時間を持てるので、誰よりも秀でるオリジナルっていうものが作れる分野だっていうのは確信してもらいたいなと思います。なるほど。一番に近いですよね。時間があればついやってしまうから、努力とかがそこまで人よりも苦もなく努力できる分人よりも才能が開花するっていう、そういう感じに近いかもしれませんね。やっぱり天命に導かれると、天命に乗るとそこが開かれていくっていう、そういう感じなんでしょうかね。まさにまさに、ね、で、その天命はユッキーについては歌っていうことだったんですけれども、その歌に目覚めた、この間まで OL だったんですって私に言って、でもこれからコンクール出るんですって言って、カンツォーネ大会とかやっぱりあの特別賞とか、私あれ見に行ってすごい感動したんですね。そう、本当になんかすごい練習したりしてたり、あの自分より毎日はずっと経験も多い人だからってすごいドキドキしながら参加して、歌声聞いたら他の人よりすごいじゃんってちょっと私思ったんですよ。で、ね、でそれからね、ミュージカルとかどんどん花開いていったんですけど、その時なんかどんな感覚だったんですか、そうやって自分の天命に気づいて走り始めた頃の感じって、うん。そうですね、私もともとセルフイメージがものすごく低かったんですね。あの学校でいじめられた経験もあって、まず人前に立つと上がり症でこうやって話せなかったんですね、うん、なのでどんどん最初はすごく、いや私にはできないよっていう状態から始まってですね、歌を練習すればするほどどんどん自分の声っていうのに気づいていく期間が長くなってきて、なんか私からすると自分の声がちゃんと出るようになっていけばいくほど自分の才能っていうのが開花しやすくなりましたし、自分の声に自分らしさっていうのを導いてもらえたなっていう経験がありますね。そうなんです。あの怖さとか、いつももう怖いのこんなことでってよく言ってたけどその怖さはどうやって克服してったんですか？もう怖さは克服できないと思っていてずっと怖さっていうのはつきまとってくるんですね。 でも考えてみると、今まで怖さっていうものに直面したくなかったからライフワークっていうものはないって閉ざしてたと思うんですね。でライフワークに気づくと、やっぱりそれに直面されて丸裸にされて今の実力っていうのはあぶり出されるんですね。だからすごい恥ずかしいし怖さっていうのは出てくるけど、言ってみれば一番改善したかったり一番こう自分を出せるポイントだからこそ恥ずかしかったり感情をぐわーって許されると思うんですね。で逆に今楽しむようにしていて、これをどうやって私は超えていくんだろうっていうのを客観的に見ながらやってますね。なので怖さとか自信のなさっていうのはずっとつきまとうし、今でも毎日もう、ああもうダメだ、私にできるはずがないって思うこともあるんですけど、そううじうじしながらやっていくっていう自分を客観視しながら楽しみながらやってますね。そっか、怖さを乗り越えた先にまた次の自分が広がるっていう、そういう感じもあるんでしょうかね。そうですね。なるほど。なんかでもそうやってあのいろんなこう舞台とかもどんどんこの
カンツォーネからミュージカルからオペラからいろんなダンスとかがいろんなのが開いていったじゃないですか。そのチャンスってなかなかつかむのそんなにポンポン来るもんではないんじゃないかなってやっぱ思う人も多いと思うんですけれども、どんな感じでそんな風にチャンスがポンポン舞い込んできたんですか？最初ですね、歌が好きっていうことをこう発信した瞬間から先に仕事が来るっていうのがずっと連続で続いてるんですね。でもこれって多分ポイントがあるんじゃないかなと思って今日私なりにまとめてみたんですけど、3つあって、1つはホラ吹き上手になるっていうことその時ってみんなやっぱり自分自身の実寸って自分でわからないじゃないですか。もしかしたら過剰に感じてるかもしれないし、過小に思ってるかもしれない中で、こうなりたいんだっていうのは真実としてあると思うんですね。なので私はこういう世界を築いていくリーダーになりたいんだっていうことをずっと言い続けましたね。例えば私は人の世界、人の声で人が癒される世界っていうのを築いていくリーダーになりたくて、そのためにハミングピースという言語を使わずに鼻歌で世界中の人と一緒につながって歌い合う中で平和を祈り合うっていう世界をこう築きたいんだっていうことをですね、何のプランも何の予定もなく言い続けたんですね。そしたら、あ、そういえばね、周波数に詳しい博士知ってるからあなたに紹介するわよとかっていうのがどんどん続いていって、私の知らないところでそれに詳しそうな人っていうのにつなげてもらえるきっかけになったのが、このホラ吹き上手になることっていう一つのことだったんですね。うん、なるほど。はい、二つ目は？二つ目、自己紹介上手になること。これすごく大切にしてて、話す声講座でも1分で自分の良さを伝える講座っていうのもやってるんですけど、自己紹介上手になるとホラ吹き上手にもなりますし、やっぱり自分らしさっていうのをその中にちゃんと閉じ込めて、相手に名称を渡さなくてもあの人は何をやってる人っていう印象をつけてもらえるので、これはもう私大事にしてるとこですね。確かにそう、自分のことをね、なかなかこうサクッとまとめて一発で分かるように説明するのってちょっと練習が必要なんですよね。ね、難しいですよね。うん、でも一生使えるものが一個作れればもういつでも使えるからすごく楽ですね。うんうん、あと3つ目が、はい、常にどこにチャンスがあるかリサーチして準備しておくっていうのが大事ですね。うん、どんなイレギュラーも、結構私本田健さんのセミナーに行くと本田健さんが、おユキいるじゃん、ちょっとここで歌ってよって何度もステージに上げてもらったことがあるんですね。もうその時泣きそうになりながらトイレでうえってしそうになりながらよし行くぞと思ってトイレに1回行った後にもう1回頑張って歌うっていうことをして、他の方に声をかけてもらってっていう事態があったんですけれど、常にあ、ここに行くとケンさんがいるからなんか準備しとかなきゃみたいな感じで、どんな場所でもいいと思うんですよね。こういう交流会の時にはもしかしたらこういう人がいるかもしれないから、1分で自分の良さを伝えられるようにまとめとこうとか、あと、こういうパーティーに行けばもしかしたら歌わせていただける機会っていうのがあるかもしれないので、30秒でこう歌声を出せる何かを用意しとこうとか、イレギュラーにいつも準備万端で対応できるってことはもうまずないので、もともとこっちで用意できるものを何個かネタを用意しておくってすると、自信がなくても出せるものがあると安心しますね。この3つのことを大事にしてて、多分それがこうお仕事につながっていってるのかなって自分では感じています。素晴らしい。よくね、突然いきなり今歌ってって言って歌ってるところを見たことがあるんだけど、ちゃんとそこの裏にはそんな準備があったんだってことを今初めて知りました。で、私がユッキーと初めて会ったのは多分3年前ぐらいだと思うんだけど、その時にもうやっぱりこのハミングで、ハミングで世界をつなげてこの平和を願い合う、ボランティアに願い合う活動をするんだって言ってたのはやっぱすごく覚えていて、
そういうのやっぱり頭の中にピンって入ると同じことやってたり、そういうなんか、あ、なんかここつないだらいいなって思う人がいた時に紹介したいっていうのはやっぱすごく明確にね、うん、そうやって人と人と あの引き寄せが起きたんだなっていうふうに今聞いてて思いました。ありがとうございます。うん、あともう一つね、実際聞きたいのが声のレッスンについてなんですけれども、あ、はい、実は私も1時、あの時3時間ぐらいかな、2時間か3時間ぐらいかな、なんか1回レッスンを受けさせてもらって、当時私すごく声にとってもコンプレックスがあって、まあ、今でも全くなくなったわけではないんですけれども、ユッキーのレッスンを受けてなんかね、その声に対するイメージとかセルフイメージがちょっと変わったんですよね。で、そうでなかったら今こんな活動もしてないですし、ユッキーのレッスンを受けてなかったらこんな人前に出て話そうとかってやっぱり恥ずかしくてできなかったと思うんですけど、やっぱりその私もこういうことを多分やりたいと思ってたからコンプレックスがあって、でそれをなんとか乗り越えようと思ってレッスンを受けて、それで今の私があるなって思うんですね。そうなので、ユッキーのレッスンは1回2時間で声の話す声が良くなるっていうものなんですけども、いつもどんなことを心がけてレッスンされてるんですか？そうですね、やっぱり自分の声が良くなるとライフワークも進むし、自分らしさっていうのに近づいたっていう自分の経験から、うん、終わった後にはこのお伝えした生徒さんや受講生の皆さんがニヤニヤして、わあ、私の本当の声ってこれなんだって気づいて、笑顔で帰っていくイメージを先にしてからお伝えするっていうのを大切にしてまして、うん、あ、この人にこのことをお伝えして、この人は自分らしさっていうのに気づいて、これからご自身の活動で生かしてもらえるんだっていうことを感じてからお伝えするっていう。じゃあもうその人の未来を見据えて、うん、必要なことをお伝えするっていう、そういう感じなのかもしれませんね。それは大事。素晴らしい。そうなんですか。まあ、じゃあね、先ほどのハミングピース、このユッキーの今の最近の活動についてハミングピースも含めてもうちょっとお話ししていただきたいんですけれども、いいですか？ありがとうございます。私ライフワークスクールというのに初めて行った時に白チュームが見えたんですね。それは誘導瞑想っていうものから見えたんですけれど、そこで世界中の数え切れない人たちと腕を組んで、いろんな肌の色の方々と同じ曲を鼻歌で歌ってる光景がバーって見えたんですね。その時もう鳥肌が立って、翔子ちゃんがおっしゃってるように3年前からずっとそれを叶えたいんだってホラを吹き続けたんですけれど、今はそれを必ず形にしたいと思って、鼻歌で世界平和を一緒に同じ時間で祈り合う瞑想みたいな形でですね、ボランティア活動をやってまして、4月に5日に世界瞑想というのが、100万人瞑想というのがあって、そのタイミングでいろんな方を集めて Zoom で行ったんですけど、それを今度国連の世界宇宙週間っていうのがあるんですが、国連のイベントとして10月にボランティア活動でまたやりたいなと思っています。そうです。10月もまた Zoom なんですか？あ、そうですね、今年はもう1月からオペラコンサートも全部中止延期が続いた中、うん、開催できるのがオンラインがほとんどになっちゃったんですね、うん、で、鼻歌って自分自身に歌うものでもあるし、うん、周りに聞かせるというよりは自分自身の体を調律するみたいな効果もあるので、ご自身がミュートにしててもいいから同じ時間帯に一緒に歌い合うっていうのをやりたいなと思っていたらですね、国連宇宙週間の実行委員さんからこのハミングピースっていいですねっていうお話をいただきまして、今回イベントになりましたね。そうなんだ。それで10月は国連の国連のイベント。そうなんです。すごいいいですね。どんどん広がってきますよね。なんか世界週間みたいにできたら嬉しいなと思って。素晴らしい。います。うん、素晴らしい。なんか先ほどホラ吹き上手って言うけれども、それはホラというよりもなんか未来を見据えた自分の姿を、まるで今の自分が未来の自分になったかのように
振る舞うっていう、そんな感じかなって今ね思いました。ありがとうございます。今の等身大の自分とはちょっと違うけれども、うん、将来の自分が多分頭の中にも思い描けていて、何やっててもやっぱその通り振る舞うとそれが来るっていう、そういう状況ってあるんですよね。夢だけじゃなくて、例えば会社の中でも昇進したかったら、その立場の人としていろんな価値提供していると、あ、もうあの人はその立場だよねって言ってどんどんこう前に進むとかもあるので、やっぱりその未来の姿を思い描いて、その自分になりきってやる生活動するっていうのをすごい実践したんだなって今聞いてて思いました。翔子ちゃんもだから、あ、今なんかしてるよね、何か今ね、そう、ザワンっていうコーチ仲間でね、そう私すごい共鳴をしまして、ザワンっていうのも平和じゃないですか、一つになっていくというか、自分自身のこう融合ですよね、をこう整えてくれる場っていうのがあるっていうのを、それを翔子ちゃんがやってるっていうのが私も感動的で、本当に読みます。ありがとうございます。ザワンピースって言ってね、今サロンやってるんですけどね、そのピースのピースが、アニメのワンピースにかけたんだけど、こっちの私のピースはこの平和のピースだよねって言って、ザワンピースで、みんなで平和に、平和を目指して活動しようみたいな、そんな感じなんでね、ちょっとハミングピースもね、ハミングの平和だけど、パズルのピースとかけるんだけれども、ハミングピースのピースは平和っていう、パズルのピースと平和かけてハミングピースって名前になったってね。そうなんです。だよね。平和活動をやりたいから、ハミングでピースっていうところで、ピースっていう文字を見たときに、そういえばパズルのピースにもなるなと思って、一人一人のあなたの声っていうのはかけがえのないもので、かけてはならない存在なんだよっていうのを一緒に伝えたいなと思って、どちらのキーワードもつけてますね、ハミングピースとして。そうなんですね。じゃあせっかくなので、もし差し支えなかったら、ここでそのハミングの歌声をぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思うんですけれどもお願いできますか？ありがとうございます。いつも即興でやっていてメロディーを決めてないんですけれども、よかったらじゃあ1分間本当に即興の、皆さんが今いてくださっているエネルギーを読み込んで、ここから鼻歌として私の口から歌わせていただきたいと思います。よかったら一番今リラックスできる形の椅子に背もたれにもたれながら、目を閉じられながらでも大丈夫です。よかったら聞いてください。今日まで生きてくれてありがとうっていう気持ちと、これからもよろしくねっていう気持ちをご自身の中に感じてもらえると嬉しいです。 Zoom なのでちょっと音が割れたりとか届かなかったりするかもしれませんが、同じ時間を共有できることが大事だと思います。それでは1分間お付き合いください。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このあれですよね、10月10日の世界の、その国連の宇宙週間のイベントである Zoom の企画は、はい、これなんかボランティア活動でこういうことになんか共感してくれる人がいたらぜひ一緒にやりましょうっていうふうに考えてらっしゃるって、はい、ね、なのでもしこれ聞かれた方もし興味があったらぜひよくご連絡していただいて、こういう活動をね広めるっていうのもすごく素敵だなと思うので、ぜひそういう方がいたらゆっきりご連絡してください。ありがとうございます。はい、あと今ぜひこの、交流会が終わったら皆さんにシェアしたいんですけれども、ゆっきりがやっぱりご自身のライフワークを目覚める時までと今に至るまでのこの自分の手書きの絵で動画を作って5分ぐらいだっけ、5分ぐらい動画だよね確かね、あすごい素敵なので、まあ、ぜひね皆さんにシェアしたいので、後で分科会 の、 タイムラインにシェアするので、ぜひそちらもご覧ください。ありがとうございます。はい、なんかあっという間にもう28分なので、本当だ、どうしようかな、ゆっきーもうちょっとじゃあ Q&A やりたいんですけど、 Q&A の前にゆっきーが最後にもし一言あったらお願いします。私は25歳になるまで本当に声楽を習わなくてよかったなと思ってまして、逆に音楽にゴリゴリ使っていたらもしかしたら諦めていたかもしれないんですね。ここで伝えたいのは、今そのままでいいんだっていうことをご自身の中に持ってもらえるとすごく嬉しくてですね、私は今まで声楽を習っていなかったから絶対に歌手になれることはないって一生思っていたんですけれども、もしかしたら最短の最高のルートをご自身で今選ばれてると思うんですね。ことごとく声楽の方に、一緒にオペラをされる方に言われるんですけど、日本の音楽を習ってこなくてよかったねってすごく言われるんですね。なのでもしかしたら今ライフワークがあってもなくても、もしかしたらご自身のベストのタイミングで開く時間とかタイミングをご自身で知っているからこそ、その正規の道を選んでないかもしれないので、今はできることは目の前でワクワクすることとか、やってみたいなとか、ちょっと嫉妬してしまうっていうことにこうどんどん調査するでもいいし、何かアクションを起こすっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうことを最後にお伝えしたかったです。素晴らしいですね。なんか今の朝ドラのエールを思い出しました、なんか今聞いててはい、ありがとうございます。じゃあこの辺で、Q&A に行きたいと思いますので、誰かご質問とか聞きたいこととか思ったこと、シェアしたいことがあったらぜひ手を挙げてください。はい、お願いします。ゆきえさん、ありがとうございました。はじめまして。さっき3つポイントがあって、で1つ目ホラ吹き上手、2つ目自己紹介上手で、3つ目どこにチャンスあるかリサーチしましょうっていうポイントを教えてもらったんですけども、2つ目の自己紹介上手、確かにどこに行っても自己紹介って必要で、これが自分のができるといいなって思うんですけども、どうやって自己紹介を端的に人の記憶に残る自己紹介のに心がけているところってどういうところですか？ありがとうございます。ご質問すごい嬉しいです。やりがちな印象に残らない自己紹介っていうのと、印象に残る自己紹介っていうのがあって、残らない自己紹介って、私はこれをやってますだけ言うんですね。印象に残るのは、私はこれをやっていて、こういう世界を築きたくて、こういう目的があってこれを伝えてるんですっていうと、奥の気持ちっていうのが分かるので、あ、じゃあこの人に任せれるなっていうのが出るんですね。なので印象に残るのかなと思ってまして、例えば皆さんプログラミングをやってますとか、ウェブデザイナーをやってます、料理研究家をやってます、いろいろあると思うんですけど、じゃあそこで差別化ってつかないですよね。じゃあそこで同じスキルとか技術を分けてもらえるなら、その人がどんな人柄なのかっていうのが盛り込まれてると安心しますし、その人から、じゃあこの人から教わりたいなっていうのがありますよね。そこを、じゃあ
絶対この1分以内に一言入ってるとより印象に残るのかなって今思いました。答えになってますかね。ありがとうございました。 すごいそういう視点で見てなかったの。確かにありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。はい、他にいらっしゃいますか。はい、はるかさん、こんにちは。はい、こんにちは。はじめまして。ユッキーさん、今日はありがとうございます。先ほど の鼻歌、すごい 目閉じて聞いてたんですけど、感動して涙が出ました。素晴らしい。本当にありがとうございました。先ほどのハミングピースっていう考え方、すごいなんか素晴らしい考えだなと思って、私、鼻歌、すごく下手くそでできないんですけれど、何か、先ほどそういうご活動されてるっておっしゃってたんで、何か協力できることあればやらせていただきたいなと思って、はい、何かできることあればやらせてください。はい、すごく感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら今日おつながりになったっていうのは、はい、一体何かの一つのキーワードで今日もズーム集まったと思うんですね。はい、全く関係なくこの時間を共有してるっていうのは絶対ありえないと私は思っていて、はい、で今日せっかくつながったので皆さんとも Facebook とかみんなでこう何かできるチームになれたらすごい嬉しいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。あともう一人ぐらいいれば何でも。あ、じゃあお願いします。こんにちは、はい、お願いします。こんにちは、ゆきさん。この間はボイスレッスンも受けさせていただいてありがとうございました。こちらこそです。めっちゃ発声が良くなってる。2時間ですごい変わりました。ありがとうございます。ゆきさんのハミングもすごい好きで、さっきお聞きしてたらすごい体がゾワゾワって、いい意味でいい意味でして、なんかシンギングボールの音声みたいな、そんな感じで多分本当に調律されてるんだろうかっていう感じを受けております。で、質問ですが、才能の道に進まれてからも怖さは常にあって、もうそれを乗り越えながら活動されてるってことだったんですけど、歌ってる最中とかってどんな感覚なんですか？そうですね、歌ってる最中、3年前からやってきたんですけど、最初は自我がすごかったです。歌をやってるって聞いたけど最近やり始めたって言うけどどんなもんだって評価されてるような気分になってて、最初はすごい怖かったんですね、うん、でうまく聞こえるように見せなきゃっていうところが最初あったんですけど、うん、その時自分の声っていうのは出なかったですね。途中から私にしか出せない、私にしか見てこなかった景色っていうのはこの声でしか表せられなくて、それを伝えるのはこの声でしかなくて、それはうまさではなくてっていうのに気づいた時から、うん、最近は無ですね。無なんです。本当に緊張しなくなりまして、はい、緊張って逆に自分がどう見られるかとか、自分がどう評価されてしまうんだろうっていうところにフォーカスしているから、多分ドキドキしちゃうんだと思うんですね。でも必ずドキドキはあります。どんなステージでもあるんですが、歌っている最中っていうのは、伝われとか、うん、声を聞いてどんな感情でもいいから今日一日ありがとうとか、鼻歌が歌える時間を聞いている人に持ってもらいたいっていう気持ちでしかないですね、うんうんうん、っていう気持ちでやってます。すごいなって思いました。なんか楽しいみたいなことを感じながらなのだろうか、それともなんかさっき言われたような、なんかゼロポイントっていうか無な感じなのか、どんななのかなってお聞きしたかったので、ありがとうございます。こちらこそです。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあもし他に質問があったらまた個別にユッキーに、もうこのご縁なのでご連絡してください、ね。